time. This is going to be fun, man. Let's go! Paramount Plus is a mountain of family entertainment. Whoa. So make room on the couch and stream your favorites together from shows like Survivor and SpongeBob SquarePants. I'm ready! To movies like Transformers Rise of the Beasts and Good Burger 2. Buckle up! Plus live sports like UEFA Champions League and the NFL. Touchdown! It's all here to stream with the whole family. Paramount Plus, now streaming. 聞いててよかった。田中とチャジリと。いただきましたデタラメールネーム、帰ってきた隣のサイコさん、うん、あ、帰ってきたんだサイコさん。お久しぶりです田中とさん、うん、お役お疲れ様でした。おお、なんで分かったんやろ。いや役、うん、やっぱり塀の外の空気は違いますよね、うん、入ってたんかい。誤解を恐れずに言います、うん、おう、私も経験ありますが、うん、自由って不自由があって初めて気づくもの。何でもないようなことが幸せだったと思う。なんか嫌な感じだな。何でもない夜のこと、二度とは戻れない夜ですよね。うん、嫌な音楽が流れ始めたな、これ。何これ。ああ、そういうこと。うん、そういうことって、うん、あなた誰なん、そして。夢の中で暮らしてる、うん、夢の中で生きていく。心の中の漂流者、うん、明日はどこにある、うん、生きててよかった生きててよかった、うん、来た来た、この音楽がちょっとさ、このミュージックどうなの、ちょっと、はあ、すごいこの、ね、隣のサイコさんすごいね。いやすごいけどさ、いやあなたが普通に喋ってるのもすごいのよ。え、あんた誰なんだっていう話なんですよ。いやいや、私うん、新田中と田尻とって書いてあるから、うん、新人ウルトラマンみたいに言ってるけどさ、あ、ウルトラマンもさ、うん、ウルトラマンがあって、うん、帰ってきたウルトラマンってあったやん。あったあった。俺そんな感じ。あれあなたが子供たちの間では新マンって呼ばれてない、確か、うん、新マンね、うん、うん、新マンで今喋ってるのがそういうことですか。そういうことですよ。田中とさんですか。そうそう、田中ともひでです。出た、ようやく1分52秒後に名乗る男。ああ、そうか、ごめんなさい。そういう、まあ、3代目ということで頑張っていただきたいなと思ってます。3代目、ええ、J-Soul なんとか、そうそう、 J-Soul 的な存在で行ってもらおうかなと思ってるんで、今2代目までこの前喋ってたんで、ほうほうほう、今回3代目ということになりますから。え、そうなの。3代目田中とさんです。いやいやいや、そのこと、え、それでちょっと認識していただけたら。じゃあまあその手でいきましょう、うん、手でって、はい、RKB ラジオ田中と田尻と、田中と田尻と、ずっと閉じこもってたんですよ。9ヶ月かな、入ってたんですよ。どっかに洞窟的なもの、なんなんですか。自分の殻の中に、うん、よく社会復帰できましたね。いや本当ありがとう急にこう本当ブーメランパーソナリティですよね。こう急にパーンと戻ってくるっていうところがね。いやいや、戻ってくるっていうかちょっと休んでたみたいな感じです。あ、それは、ええ、休んでた、連続休暇みたいな。9ヶ月間、ええ、それは言えるんですか、休んでた理由っていうのは。理由はもうだって組織の理由ですよ、そんなはっきり申し上げますね、うん。ああそうだったんですね。そうですよ、失うものは基本的にないですから。あら、ええ、そうですか、楽しみですね今後が。いやいや、もう本当にね、ああ、この番組は基本的にはね、田尻さんのために始めた番組をまた田尻さんのために私が戻ってきてやる、ええ、わあ嬉しいじゃない、素晴らしいじゃないですか。ちょっともう本当に自己満足番組でいいじゃないですか、うん、いやいや、そんな四字熟語いらないんですよ。ほうほう、自己満足ってその言葉はいらないんですよ。じゃあ焼肉定食、お、来た、食べたいね。そんな問題じゃないんですよ、どっちかというと。上手やね お聞きの番組は福岡 RKB ラジオで毎週日曜日の深夜25時15分から放送している田中と田尻とです。 RKB アナウンサーの田中智英と福岡を代表するナレーター田尻俊明さんとで毎週15分間だけ喋ります。うん、16分はダメなんだ。せーの、ラジオの放送も、お楽しみください。うん、息ぴったり。
田中と田尻と。三代目田中とさんね、先日、あ、俺のこと、そうです、そろそろ自覚してもらいたいと思いますよ。黒いメガネに変わったね。黒いでしょ。うん、いや前からですよそれ。あ、そう。ちょっと遠目で見るとちょっと大橋君。大橋巨泉。さ、早速ご紹介していきたいと思います。9ヶ月見ないと変わったね、田尻さんね。そんな実況はいらないんです。先日公園を歩いておりまして、私、草むらを見るとたくさんのアリが行列を作ってたんですよね。はい。でよくよく見ると1枚の紙をアリの巣に持っていこうとしてたんですよ、アリが。ほう。それを取ってみたんですね、なんだろうと思って。ほう。そしたらね、ほう、偶然この番組へのメッセージが書かれた紙、これがね私の手元に来ました。おー、ファンタジー。早速ご紹介していきたいと思います。2月26日放送のせっかちな人の特徴ですがというのが書かれているのは、ラジオネーム眠れる森の美少年さんからいただきました。ありがとうございます。はい。私は自分ではせっかちだと思っていました。ところが先日の放送の忙しくしてるのが好き、おっちょこちょい、反対行きの電車に乗る、人の話を最後まで聞かない、ガラスの自動ドアにぶつかるなどは全部私は当てはまりませんでしたって書かれてる。これ当てはまります？タジさん当てはまるじゃないですか。僕はガラスの自動ドアにぶつかるっていうのはありましたね。そうでしょ、ほら。どうですか田中さんは、これ今あります、この中で。私はだって完璧な人間ですか。うん、そんなことないです。本当に貫き通しますよね。ありがたいですね、そのあたりが。が、はい、がって書いてます。はいはい。パソコンがフリーズするとマウスを連打する。ああ、はいはい。歯医者のリクライニングシートが上がる途中でうがいをするっていう。はあはあはあ。こうグーッと上がる時にもう上がりきる前にもう体が動いていってるっていう。あとなかなか結論を言わない人にイラつく、みかんを2房3房まとめ食いなどは全て当てはまります。早く結論言えよ。まあそういうことですよ、早く言えば。あ、ごめんなさい、そういうことなんです。イラついてしまいました。そういうことなんですよ。ちょっと反省してくださいね。はいはい。などは全て当てはまります。私って一体何者なんでしょうか。ちなみに私が自分自身をせっかちだなと思うのは、今日から1週間以内に終わらせてくださいということは基本今日遅くとも翌日には終わらせます。終わらせない人を見ているとイラつきますというようなコメントをいただきました。まあ、ある意味ね、その人を終わらせようとするかもしれませんね、この方がね。だから私が田尻さんを終わらせようとしてるのと一緒ですよね。今一緒ですよねっていうのはどういうことなんですか。それありきの話になってるんでね。だから私も割とそういう、なんていうんですか、なんか感じありますね。ありますか。さっき完璧だって言いましたけど、はいはい、不完全なんですよ。例えばどういうところが。いやもうだってね、1週間のさっき言われたじゃないですか、はい、1週間でやりなさいっていうことを1日でやっちゃう、うん、やっちゃいますもん、うん、嫌な人ですね。でもさ、歯医者さんのコップ、はいはいはい、あれなんであのちょっとステンレス製っていうかさ、うん、なんですかね。ありますね、ステンレス、うん、あしかもちっちゃいでしょあれ。若干ちっちゃい、うん、そうだからすぐになんかね飲み終わっちゃうんですよね。で1回しかぐちゅぐちゅってこうやらないでしょ。そうでもそうそう残ってるでしょ、あのうがい液が。微妙にね。で2回やった方がいいのか、うん、分かんない、うんうん、ごめんなさいね、うん、田中さん今日せっかちな人の話になってるんで、ええ、その話にちょっと路線を戻していっても大丈夫ですか。ちょっと今ね田尻さんがせっかちになんかなってる。ちょっとイラッとしてるもんね。ごめんなさい、ごめんなさい。これで田尻さんの悪いとかやね。わかるもん表情で。いや、ごめんなさいごめんなさい、うん、こういう癖があるんでね、あちょっと気をつけて。あるね、あるある、気をつけます。そこでですね、はい、ここから私も新たなせっかち度チェックっていうのをちょっと考えてまいりました、はい、今から言うことで該当する項目が多い人はよりせっかちだということなんですね。はい、はい、まずあそれあります。まだないです。せっかちだね、せっかちね、自宅マンションのエレベーターの中で玄関の鍵をあらかじめ出しておくのはもちろん、すぐスッと差しやすいように縦横の向きをちゃんと合わせてエレベーターの中ですでに持っているっていう。
もうあ確かにね確かにね縦に入れるんだったらもう縦に持ってるっていうねはエレベーターこれせっかち度が高いんじゃない準備万端な人なんじゃないのいやでもこれどうなんですかここエレベーターの中からやるっていうのもどうなのかないやもう絶対そうですもう1手2手3手前まで考えてだからもうあの、うん、あれ将棋みたいなもんですよあそういう感じなんですかね、うん、ほら藤井聡太そう藤井なんとかさんみたいな感じで、うん、いや聡太って僕が言ったでしょ今それあごめんなさい僕せっかちでごめんなさい本当にやっぱそうなんだよ田地さんが一番せっかちなんよ次夕飯を食べながら明日の朝食のメニューをもう考えているっていうねだから2手3手先考えてんだよ、うん、やっぱりあの藤井聡太さんみたいな、ね、いや藤井なんとかさんみたいなごめんなさいよそろそろ続いてどんな大きさの飴玉をもらっても10秒後にはガリガリと粉砕し始めるっていうこれはね、ええあの人間の大きく2つに分けた場合に最後まで飴を舐め切る人とすぐに割る人で分かれると思いますよ、うんはい、どんな風に分かるんですか知らんあなたが舐め切ってますねそれあ上手よね早速次洗濯機の安全ロックの解除が待ちきれなくて蓋をガコガコ開けようとするっていうこれ僕なんですよねこれもねあの分かる分かる分かるでしょ分かる分かるやっちゃうんですよ、うん、なんかピーピーとかなるんでしょあのそうそうまあまあメーカーによって違うでしょうけどそう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 ロックがねそう安全のためのそうそれをもう早く開けたいガコガコしてるっていうの、ね、こういうのはありがちっていうねあとコップが口に到着する前に傾けてしまいこぼすっていうね結果服などがびちゃびちゃになってしまうと、はいはいはい、あとこういうのもあります公共施設のトイレなどにあるハンドドライヤー温風が出始めてわずか3秒で手を外す手はびちょびちょのままってあるあるこれも僕やっちゃうんですよあるねびちょび、うん、あと、美容室の洗髪のリクライニングチェアが戻りきる前に立ち上がって自分の席に戻ろうとする結果床がびちょびちょになっているっていうことですけどもなんで待てないんかねそれ待てないですねそこでちょっと僕考えたんですが、はいはい、あの総合してみると、結論はせっかちな人はいつもびちょびちょという感じなのかなと思うんですけどもなるほどあなんか田地さんちょっと髪濡れてない本当に、うん、あびちょびちょやん田中とタジリと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 そしてね今まで僕が、うん、この人本当にせっかちだなと思った人っているんですけども、はい、お寿司屋さんで職人さんが寿司を握ってカウンターに座っているお客さんの前に寿司を置こうとしたんですよ、はい、よくある風景じゃないですかこれってねすると立石さんそういうからカウンターの寿司屋さんとか行く僕はもう回ってる動いてないお寿司とかあんまり食べてないもんねまあでも僕も借金で首が回らないんですけどねへえじゃあねそれ飲み込んじゃってそれいろいろな寿司以外に、するとその職人さんが置く前にそのお客さんが職人さんから寿司を直接取って、まあ、取り上げて食べていた人がいたんですよ要はもう手から手へっていうああワンバウンドなそうハンドからハンドへっていうああそういうねものすごいそしてその人は足早に帰っていったっていうこの人せっかちだなという人がいたんですよなるほどねでも、うんうん、こういう経験ってありませんかないけどサッカーでいうとこれダイレクトパスよねワンツーしなくてダイレクトでパス通してシュートするみたいなそうかっこいいじゃんその人そうなのうあといろんな意味で寿司だけにネタが豊富ですよね本当にねさっきからやっぱり3年8ヶ月ぶり上手やなこの番組は来週もゆったりとマイペースに進めていきたいと思いますまあ水でも飲みながら聞いていただきたいと思いますちょっと僕も水飲もうかなあこぼしちゃったびちゃびちゃになっちゃって
RKB 毎日放送アナウンサーの田畑龍介です。橋本由紀です。 RKB ラジオ田畑龍介グローアップでは、気鋭のコメンテーター陣が日々のニュースを分かりやすく解説しているコーナーをポッドキャストで配信中です。ジャーナリスト鈴木哲夫さんによる政治、明治大学教授飯田康之さんは経済、長崎県立大学教授鳥丸聡さんは九州経済、毎日新聞論説委員本村由紀子さんは科学。この他にも音楽プロデューサー松尾清さん、 RKB 報道局の神戸金文解説委員長、日経エネルギーネクスト編集長山根紗友紀さん、スポーツ文化評論家玉木雅之さん、元 RKB 解説委員長飯田和夫さん、クリエイティブプロデューサー三好豪平さんが毎週さまざまなテーマで今ホットな話題を提供しています。 Apple、Spotify、Amazon、Google の各ポッドキャストで RKB ラジオで検索してフォローをお願いします。またリアルタイムで番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ田畑龍介グローアップを聞いてください。毎週月曜から木曜朝6時半から9時まで放送中です。